私はロレッタです。ジャーナリスト、そしてビデオブロガーです。私と日本人お友達、千里さんと一緒にイタリアについて知りたくありませんか？私は千里です。ロレッタさんの友達です。これは私の住む町です。ここは温泉。イタリアにはローマ、フィレンツェ、ベネチアなど観光地の他にもこのような宝石のような小さな町がたくさんあります。ここは音楽家としての私、そして日本人としての私が活かせる場所です。パルマ国立音楽院で勉強した後、こちらの文化協会で音楽、そして日本語を教えさせていただいています。イタリアに来てもう16年になりました。ロレッタさんと一緒に日本人の私から見たイタリアを皆さんにお届けしたいと思います。留学のこと、旅行に役立つような情報、そしてイタリア人の面白い話などを皆さんにお伝えしていきたいと思います。千里さんのお話を聞いたところで、私の生活についてもお伝えします。例えば、料理について、大好きな散歩のこと、私の家、イタリアのレストランについて、ファッション、ビューティー、ぜひ皆さんイタリアについて知りたいことをこちらにコメントで書いてください。私たちがビデオで皆さんにイタリアの風をお届けいたします。グラッツェキザート、グラッツェロレッタ、グラッツェチャオ。